はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。おなじみの村井てるみの歌い方講座の時間となりました。またコロナが急増しております。皆さんの方いかがでしょうかね。なんか止めどなくどんどん増えるばっかりで、物騒でもう表も出られませんけれども、そんなことで、気をつける以外ないと思いますけれどもね。今回ご紹介するのは由紀さおりさんの新曲なんですけど、もうすでに7月6日に発売になっておりますけど、この題名が初めての今日、まあそうですね、まあ毎日毎日来ますけど、その日その日がまた初めての気持ちもあるのかもしれないね。昨日のことは昨日、今日のことは今日、明日のことは明日ということで、その初めての今日をまたいかに生きるか、まあ、命を大事にしていくかといういろんな意味合いもあると思います。こういう物騒の世の中でございますんでね、もうそれを自分自身でやっぱりそういうね、生き方をやっぱり自分のね、いい生き方をやっていきたいということですね。一日を大切にしていこうという意味合いかもしれませんけれどもね。では、それでは原曲キーで、75回転になりますんで、いろんな思いが皆さんあると思いますんで、それを頭にこうね、思い浮かべながら、言葉一字一句を噛み締めながら歌ってみるのもいいかもしれません。ちょっと私もちょっとまだ練習それほどやっておりませんので、言葉運びがちょっと曖昧になるかもしれませんので、その時はご了解願いたいと思います。じゃあそれでは行きます。教えていきましょう。夢見る時代を過ぎて今
の母音のところと杉手の母音のところが反復伸びますから、ちょっと引っ張る感じね。夢見る時代を過ぎて今、過ぎて今なお、続けてみます。この胸に宿る光よってね、この胸、胸に、この胸、胸に宿る光よ、ここら消えるように、消えて、こっちのってしぼんだよ、こうちょっとこうつく感じ、消えぬよ、ぬよってぬように灯しながら、こうもう伸ばします。灯しながら初めての、初めてもこれですね、初めての方がいいですね、これもね。じゃあここまでいきましょう。前奏ちょっと省略します。夢見る時代を過ぎて今なお、この胸に宿る光よ、次この中間いきます。間奏入って、ここから名前も知らない小鳥のさえずり、朝露にきらめく青葉ね。ここスライスライとこう休みなくいかなきゃいけないね。名前も知らない、この声の音がこう上がってきますね。名前も知らない小鳥のさえずり、朝露にきらめく青葉、朝露にきらめく青葉、何気ない、ここはちょっと前波だという感じでね、何気ない、ちょっとこう高めに、何気ない日々の中で、中で、日々の中見つけたい。よろしいでしょうかね。分かってるの分からないね。じゃ そうですね、頭からもう一回いきましょうね。ここまでね、はい、夢見る時代を過ぎて今なお、この胸に宿る光よ、消えるように灯しながら
さつゆにきらめく青葉盛る炎はいらないけどっていう、なんか今の戦争のそういう現場のような感じですけどね。激しく燃え盛る炎はいらなってないけど、あ、ないけどで上がります。炎はいらない、激しくからね。激しく燃え盛る炎はいらないけど、次いきます。未来を諦めてしまいたくはないからですね。ミラだからが母音ですから、こうちょっと引っ張る感じ、一拍ね。未来を諦めて諦めてしまいたくはないから、しまいたくはくはくはないから。激しくから何度も行かないともう分かりづらいですよ。激しく燃え盛る炎はいらないけど、未来を諦めてしまいたくはないから、生きて行きたい。
1番のフレーズなんですね。2番はちょっと感想が入って、例えばっていう感じになりますんでね。じゃあ一度だけ1番もう一回通してね、開いてみます。うまく歌えなくて申し訳ないですけどね。じゃあ行きます。練習してみた方がよろしいかと思います。私がこんな調子でございますんでね。じゃあ行きます。フルコーラス後半はちょっとね、2番からちょっとこう押しの方につなげがきますんでね。
見て確認して、爽やかに歌ってください。ありがとうございました。